本題では始まりました。共通テストリスニング対策講座第3項に行ってみましょうね。今回は第3問を扱います。第3問は問1から問4までの4問です。それぞれの問いについて対話の場面が日本語で書かれています。最初に場面があるわけですね。対話を聞き問いの答えとして最も適切なものを4つの選択肢1から4の中から1つ選びなさいと。で、問いの英文は書かれていますというふうに書いてあり、で、音声2回流れますとあるんですが、本番の共通テストでは1回しか流れないっていうふうにね、変更されましたので、1回読みでいきますね。それでは見ていきま 1> と一番上が書いてあますね夫婦は今夜の夕食について話をしていますでは音声を流したいと思います No.1 <Number one. S 3> Would you rather have pizza or pasta for dinner?Well, I had pizza for lunch.Okay, then pasta.We could have soup with that.Oh, but the neighbor gave us lots of lettuce and tomatoes from her garden.So how about a salad instead of soup?Sure, that sounds good. はい。では、見てみますね。で、今回は、こういうふうに、夫婦が今夜の夕食について話をしていますっていうふうに、日本語で書いてあるので、まず場面が思い浮かべられますよね。これが重要でしたね。覚えてますかそう。場面を思い浮かべると、解けなかったぞっていう問題が、解ける、解けるっていうふうにね、変わっていくと言いますので、まあ、コメントでも来てましたけど、そうなんですよ。やっぱりね、場面を浮かべると、いきなりできるようになる人っていっぱいいるんですね。で、まずはい、説問もついてますから、今回ね、ちゃんと見ておきますね。What is the couple going to eat for dinner? ですね。はい、ディナーに何を食べるんだって言ってるわけですね。カップルですね。カップルイズでもいしいし、 あーでもどちらでも構いませんまあ夫婦ってまあねここにもうすでに書いてありますから、ね、日本語でね夫婦がディナーに何を食べるのかそぎ落とすんでしたね情報っていうのは共通部分を無視する情報をまずそぎ落としてみましょうねそうするとパスタンサーラースパスタンスープピッツアンサーラースみたいな感じでたくさん載ってるんだけど結局のところはパスタサーラースープ ピッツァの要素しかないですね。こういう風うに選択肢の情報をそぎ落とすはい場面を思い浮かべるとかね、えー。こういうの常に意識してください。ではい、見てみましょうね。なんて言ってたのか。Would you or for dinner? rather have pizza or pasta っって言って言ます。はいまずはパスタなのかピザなのかを聞いてますね。えー、would you rather ですね。I'd rather とかは有名じゃないですか。えー、I'd rather これをしたいとかっていうのは有名なんですが、こういう風うに疑問文で出てきて、Would you rather。同志の原型みたいなのも出てくるので、お気をつけください。はい、well, I had a pizza for lunch ね。はい、ランチにピッツァ食ったよと。 まますね、まあこういう風にね、for dinner とかね、for lunch とかね、この for も問われることありますので、一応知っておきますね。ここに、ランチに。Orget them pasta、はい。じゃあ、パスタにしよう。そう、ランチでも食ってるから、パスタにしようって言ってますから、パスタが出てこない3と4が消えます。はい、覚えてますね。これもね、消去法を使うってやつですね。大事ですよ、これ。まあ、今回ね、問題が簡単だったけれども、こういった考え方、常に使えるようにしておきましょう。We could have soup with that。ね、それにスープも一緒に飲めるよ。

っ,言っちゃいますけどねこれねほんと大変ですね日本人が発音するねサラダであと注文する時ねスープかサラダがねどっちですかみたいなのを本当にね注文する時によくあることなんですよ日本人もそんなに考えないどうですかスープかサラダかって考えるもんなんですかどっちもみたいな感じの人も結構多いと思うんですけどね日本ではね何かをね注文した後に「スーパーサラダウ,ダってう、ね、ウェイター」っていうふうにねウェイターウェイトレスに聞かれたりするんでしょうえ,えどういうことって思ったらこうスープかサラダでそれを聞いたね人っていうのがね結構ね「えスーパーサラダなんかすごいサラダっぽいね でね答えちゃうこういう人がよくいるってアメリカに留学したときに言われたで実際自分もこのレストランでねウェイトレスさんに「スーパーソーラップウェイダー」って言われて「あ本当に言われるんだ」って思ったの今でも覚えてますねでは次行ってみましょう大学生が通行人に話しかけていますクエスチョン2「Excuse me could you tell me how to get to the Riverside Hotel from here?」「You can take a taxi or a bus or you can walk there and enjoy the view」 It's not too far. Hmm. It's a nice day, and I need some exercise. I'll do that. で、実際の本番では2回読まれずに1回しか読まれないわけですから、これね、先読みができるかって、あ、そう、先に読むことね。先読みができるかっていうのもね、結構ね、重要なポイントになってくるんですけど、先読みができない人、先にこれを読んでおくことができない人は記憶に頼んなきゃいけないですから、まさにこの状況をイメージするっていうのがすごく大事になってくるんですが、先読みをできる人ですね。もう前の問題結構早く解き終わってて読めるっていうんだったら、やっぱり情報を削ぎ落とすとか、パッと入れるっていうのが大事になりますね。通行人に話しかけてる場面だって言って、What would the man do? で、あ、男性の方が 何をすすするるかかなんですね。What、に注目するとかっていう、ね、結構人多いんですけどそんなことしなくていいですよそうじゃないですこっちですよ選択肢見れば何かすることですよね全部ね疑問心に注目する人なんかないからそうじゃなくてこっちのに注目するんですよその時に相違点をちゃんと見ましょうね Ask for a ride。すごく重要な表現ですねこれライドってあ大丈夫ですねこないだやった遊園地のライ e ではありません車で乗せてってことです Ask for 求めるですよね Can you give me a ride 車で乗せてってくれるとかってめちゃめちゃよく使う表現ですよ本当にアメリカやっぱ車社会なんで I'll give you a ride とかね、あとめちゃくちゃよく聞いた表現です。えーなんではいまず 車、バス、タクシーです。テイクアウトは同じですから無視しますね。で、walk to the hotel ですね。歩く。車、バス、タクシー、歩きでもうだいぶ違うじゃないですか。で、これが分かってるだけでも全然違うわけです。で、もっと入れられる頭にっていうんだったら、ask for とかね、ホテルとか入れればいいと思いますね。で、見てみますね。excuse me, could you tell me how to get to the r i v e r s i d e Hotel from here? はい、ここからリバーサイドホテルまでどうやって行けばいいの道、尋ねてる場面だと思ってくださいね。やっぱね、道案内っていうのはすごく大事なんですよ。外国語を学ぶ上で、道案内っていうのはもう絶対学ばなきゃいけないっていう。 いリバーサイドホテル、こ、ね、Hotel, こっからどうやって行いけないのって言ったら、You can take a taxi or bus.、ね、はい、タクシーかバス乗れるよって言って、Or you can walk there and enjoy the view. もしくは歩いてって、ビューを楽しめるよっていうふうに入ってきましたね。タクシーかバスか歩きかっていうふうに言ってきましたよ。It's not too far. ですね。そんな遠くないし。Hmm, it's a nice day. まあ天気いいんでしょうね。And I need some exercise.Exercise しなきゃいけない。I'll do that. ですね。じゃあそれをしますって言ってるわけですか。そう Need some exercise とかね天気ががいいいっていうのがヒントになるわけでしょだから答えは Walk っていう風になりますね。まあ一応情報はばらけてますよね。RiverSideHotel とかねホテルっていうのもここにあるし Walk っていう Exercise とかね。この3つの文で答えが出るっていう風にしてますからね。情報が散りばめられるとレベルが上がるっていうのはありますね。やっぱりね情報を散りばめるっていうのが1つのポイントでもあるので4技の試験でね。だからリーディングでも気をつけてください。情報が散りばめられてるときっていうのは正解するのが難しくなる可能性がありますからね。 Question number three. Hi, Jason. You look great in that shirt. Thanks, Mary. I ordered it online. Actually, it didn't look that nice on the website. Then why did you buy it? Because it was 50% off. But now I think it's really nice. Yeah, it is. You got a good buy. はい、見てみますね。h o w d o e s a man feel about the shirt って言ってるので、はい、男性がどういう風に感じたかですね。 まあ、共通テストどうなってくるか分かんないんだけどね。怖いのは、この、マンとブーマンをね、引っ掛けてくるやつとかってね、出てきちゃったら厄介でね。男性と女性がそれぞれ思ってることを言って、引っ掛けのね、選択肢の中に、この女性のね、思ってることを入れるとかっていうのもね、あり得ますので、気をつけてください。そういうの結構あるんですよ、試験でね。で、シャーツについてどう思ってるか。成功問題とかね、英作文気をつけてくださいね。これね、How does the man feel about? っていうふうに、How だから feel ですね。Think が出てきている場合は、What とかね、What does the man think about? the shirt みたたいなな形でそんなところが狙われたりするって、 みたいなのがね、問われることもあるので気をつけてください。はい、He likes it very much.、ね、はい、好き。Wants to buy it. 買いたい。まあ、Want ぐらいでおきましょうか。次は、Doesn't look nice on him.Nice じゃない。はい、似合ってないってことですね。It isn't worth the p r i c e 高い。はい、これだけ覚えますね。で、場面を思い浮かべるわけですよ。すごい好き。欲しい。似合ってないよ。高い 概要そういうイメージを持ってくださいね。で、Worth は結構出てくるので知っておいてください。Worth ね、WorthING 有名じゃないですか。London is worth visiting とかってやって、あ後ろに INGO 内さんですね。O が書けてるよとかっていうのでよく問われるやつなんですけど、結構で名詞を取れるっていうのを忘れちゃう人が多いので気をつけてください。で、今回はその Short っていうのがこの価格に値しないっていうやつですね。なんとか Is Worth a Trial とか言ったらそれ試してみる価値があるよとかってね。London is worth a visit って言ったらそれ訪れる価値があるよみたいな。 形で、ウォアースの後ろに名刺も置けるっていうのは知っておいた方がいいですよ。ここ狙われることがあるので、要注意です。はい、では見てみますね。はい、ジェイソン。You look great in that、shirt. s h i r t look great ですね。はい、似合ってるわけですね。そのシャツの中にこう入ってる状況ですね。まあそうだね。この look nice の場合はね、オンなんだよね、これね。That shirt looks nice on you とか言えるわけですね。まあ、服とかね。まあ、シューズは無理だろうね。シューズはオンくっついてるって感じじゃないから、厄介ですね。ここオンでね、ここインでね、ここでねここシャツの中に入ってるとかね。 あるじゃないですか。The girl in white とかね。これも狙われちゃったりしますね。この色だけで言えるって、ね。ここのね、インとか取られちゃったりするので気をつけてください。で、Thanks, m a r y で、似合ってるよって言って、まだこれいいですね。女性の方が言ってるだけですから。Thanks, m u r r y i ordered it online ですね。オンラインで注文した。これも英作文で間違えやすいですね。オンライン、福祉で使えるんですよ。まあ、生後問題で線が引かれることもありますね。Yeah, actually, it didn't look that nice on t h e website ですね。で、ね、実はね,ね、そんなに良くなかったとウェブサイトを見たときね。そう、On t h e website ですね、はい。この辺もね、しておいてください。で、Why did you buy it? そそうですね。なんで買ったんじゃ ?Because it was 50% off 50。50% off だったからだよ。そう、安かったから買ったんですね。But、now... I think it's、really、nice really ねえ、すごいいいと思って。Yeah, it is. そうだよね。You got a goodbye. っていうふうに言ってるわけですが、そうですね。だから、よかったよっていうふうに言ってるわけですよ。 だから答えは、He likes it very much.He、ね、wants to buy it? もうだってそもそも買ってるわけじゃないですか。だ、から wants to buy it ってこれから買うことになっちゃうから、おかしいですよね。It doesn't l i k e nice on y o u hand.、ね、まあこれは、<で> It's really nice って言ってるから、まあ男性も多分似合ってるとは思ってるんですけどね。It isn't worth the price。いや、It's worth the price だと思ってるわけですね。50%オフでしかも似合ってたわけですからね。You got a good buy、ね。いい買い物をしてね。そう、buy 名刺で使えるんだけどね。アメリカでね、有名なお店、best buy っていうのがありますね。電気店ね。 Hi Question number four: That was a great movie, wasn't it?: Well, it wasn't as good as I expected.: Really? It was a lot like the book, though.: Yeah, that's true. But I didn't like the cast very much.: Oh, you didn't? I think all the actors did a great job. はい。What d the two people agree about?2 人の人が agree してるやつですね。2人の人が賛同してるものについて答えないといけないんですよ。これ気をつけなきゃいけないですね。1人の人の意見だけじゃダメなんですよ。2人が一致してるところをね、ちゃんと見抜かないといけないですね。まあ、昔のセンター試験のね、リーディングのところにもね、あったりしましたけど、こういうやつね。で、The movie が全部同じですから、はい、無視しますね。で、見てみると、Follow the book ですね。Follow the book っていうのは、え、何これ、ブックについてってるのこれ、歩いてってるのみたいなね、そういう意味ではありませんからね。そうではなくて、 ちゃんと本に従ってる忠実であるっていうことですねまあ、小説が映画になるとかドラマになるとかっていう時にストーリーが変わったりするわけじゃないですかね半沢直樹でもねおしまいですのね方なんかねえ原作にはいなかったのに人気があってね出てくるなんてこともあったりするわけじゃないですか原作に忠実だったよっていうこと本にちゃんと従ってるそしてキャストが良かった Based on the True Story はい本当の話に基づいてる、まあ、Based on まで覚えられるんだったりですか、ね、まあ Be Based On ですねこの音ね好きですよねしょっちゅう失礼されますよね ねはい、ブックよりも良かったですね。はい、これね。ちなみにこういう記号にして記憶に残すタイプですけど。さあ、こうやって情報をそぎ落とすとだいぶ簡単ですね。はい。t h a t was a great movie, wasn't it? あ、そうね。男性ね。イギリス英語で喋ってましたね。t h a t was a great movie, wasn't it? とできません。良かったよね。みたいなね。不、ね、可文部はね。みたいな感じで覚えておくとやりやすいですね。Well, it wasn't as good as I expected、ね。私が期待してたよりもいいもんじゃなかったよっていう風に言ってます。Really? It was a lot like the book though. A lot like the book t h 本みたいだったよねって言ってるわけですね。あの、どうはだけどっていうね。福祉のですね。However みたいなね。Yeah, that's true って言って、はい、賛同してます。二人が納得してるのはそう、フォローですね。だからこの言い換えが難しい。やっぱりね、正当率を下げるところで、そう、言い換え表現を見抜くっていうのがむちゃくちゃ大事です。 はい、これはめちゃくちゃ大事になりますので、きちんとね、これからはこういうところを意識して、リーディングもそうですけど、リスニングの問題に取り掛かってください。But I didn't like the cast very m u c h キャストね、出てる人たち好きじゃなかった。Oh, you didn't? そうなの ?I think all the actors did a great job. 俳優たち、すごい良かったと思うよって言ってるわけで、2番のキャストに関しては男性は agree ですけど、女性は disagree ですから、はい、これは正解にならないですね。ただこういうのが引っ掛けとして出てくるわけですよ。片っぽしか言ってないとかね。ということで、ついにね、この言い換えを見抜くっていうスーパー重要なのが出てきました。はい、だからね、様々なね、テクニック、場面を思い浮かべる、選択肢の要素を切り落とす、消去法を使う、 複数の情報を照らし合わせる。いいか読み抜く。はい。こいつら頭に入れといてください。これを考えておくと、後々役立ちますから、難しくなっていくわけじゃないですか。大イモが5できません。大イモ6はできません。今までやったこれらのテクニックを使ってみてください。こういったテクニックを覚えるだけでだいぶ変わってきますから、はい。ぜひぜひ実践してみてください。はい。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。